AVEX。学校当局との協定により学生は夜10時までに下校することが義務付けられています。また美術準備室から石膏像を持ち出した学生は直ちに返却してください。美術準備室から石膏像を持ち出した学生は直ちに返却してください。わあ、いい子だ、いい子だ。バレた。分かったわ、めっちゃ見たしょ。足元ありがとう。わこれマジか、うちうちこれあれ今美術館めっちゃ探してるから。違う、これ神尾が撮りたいって言うから借りてきたんだよ。借りてきたじゃないよ、返してきてないの。何見てんの。ゼログラビーです。え、やばそう。それめっちゃ酔うし。うわ、見ますわ。酔うわこれ。なんかさっき放送すげえリコさんに声似てましたね。あ、私です。はい、頼まれまして。何やってんのさ。いや、なんか昨日夢に出てきたんだよね。夢？何が夢？ あっちかも。おお、何見ました最近。あ、あれ見てよ、ドリームキャッチャー。見ました。いいっすよね。あの本にも出てたな。学祭なのにね。学祭なのにね。何、英検だけだから何にもしてないの。そうだよ、もう冷たい目で見られたよ。いや、しょうがないじゃん、俺たち忙しいんだから。忙しくないでしょ。面白いっすよ。何してんの。今日も映画見たりとか、映画見たりとか、あとは夢見る人。ここだけ時間軸違うんだよ、外と。インターステラーだ。うざいもの。あった。え？何？なんすか？フィルムだ。あ、フィルムだ。フィルム？すげえ。古いっすね。すごい。本物？あ、16ミリだ。すげえ年代もんだよ。ね、これ見れないかな。映写機あった。あっちにあった。あるこれっす。おー、すすすす、やっぱあったね。ちょ、いいじゃないですか。これどっかつけるんだよ。うん、あ、すごい。これいけるいけるいける。じゃあ、カーテン閉めます。ありがとう。いや、閉めなきゃね。そうよね。ワクワクする。いや、ちょっと、いくよ。はい、お母さん。そうそうそう、ラストシーンだよ。いや、これ物質燃えたらどうする。全焼だから。いきますよ。いきますか。いいよ、お願いします。早くやれよ。せーの。おー、映った。さすが内田さん。これやっぱ全然違うんだよ。おー、綺麗。すげえ綺麗だね。意外とはっきり。そう、画質いい。うん、いいな。何のシーンだろう。ちっちゃい。あ、終わった。フィルム切れてるわ。
終わってるわ。めっちゃ急に終わったね。え、なんか中途半端じゃね？途中でもったいないな。なんかよくあるらしいっすよ。途中で諦めてやめちゃうの。あ、学生が。確かにもったいないね。ね、これ私たちでやってみない？え？いや、これすっごい面白いと思うからさ、私たちで撮るっていう。あ、続きを？いや、だからこれを私たちで撮って完成させるの。いや、そう、ハードル高いでしょ。無理っすよ。ほら、面白いからちょっと読んでみて。はい。お疲れっす。久しぶり。あ、OB の、あ、たくみさん。OB。たくみさん。斉藤たくみ。たくみさん。たくみさん。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。OB さん。最近もなんか撮られてるんですか？あ、うん、一応やってる。あ、うん、短編だけど。あ、でもすごいすごい。去年あれで、あの DIFF 東京インディーズフィルムフェスティバルで、なんか一応スペシャルメンション。な、何メンション？何メンション？スペシャルスペシャルメンション。スペシャルメンション。ちょっとね、実験的ななんかラジュテみたいなやつ。ラジュテ。あの写真の白黒写真。ああ、なんか見たことあります。今日はなんでここにいらっしゃった？なんかね、夢見たんだよね、昨日。夢？そう。ここにいた時のここの物質の夢。あ、私も昨日物質の夢見ました。え？そう、それで今日これ見つけたんですよ。あ、なんかこれ、これあれだよ、OB の中で回ってた。知ってるんですか？知ってる知ってる。カップ麺で。魅惑好きなのこれ。魅惑好き。魅惑好き。学園祭実行委員会より通達します。ねえ、これ私たちでやってみない？これを私たちで撮って完成させるの。カット。これを撮ろうとすると必ず変なことが起こる。はじめまして、秋元沙耶香と申します。アイドルをやられた経験は？いや、うんこにして。責任取ってね。お前こともいい加減にせ。今日は一体何月の何日でしょうね。夢の中みたいじゃない？ずっとずっと楽しく映画を撮っていきたいの。私は映画を作るという夢を見ていたに過ぎないのだろうか。よーい。いい夢見ようぜ、ビューティフルドリーマー。